ということで胃の負担指数お伝えしていきました。いかがでしょうか。やはり暑い日が続いていますし、胃腸の調子も万全という方は少ないかもしれませんね。私もですね、昨日友人の誕生日を祝うために大学の友人たちと集まっていたんですけれども、そういえば瑞希何かプロモーションしてるよねというふうに言われまして、そう LG21 乳酸菌を使用したヨーグルトだよねってついつい営業をしてしまいましたね。あの私の友人たちは結構お酒が強い子が多いんですけれども、お酒を飲むのが大好きな子が多いので、やっぱり胃腸の調子は気になるっていうふうに言っていたので、選び抜かれた乳酸菌使われてるよってお伝えしておきました。まあ、ね、ぜひ皆様も胃の調子気になる方はぜひヨーグルト召し上がっていただければ。明治さんに非公認で営業しておりますけれども、ぜひチェックしてみていただければと思います。ではこの後は予報センターの森田さんと現在から明日にかけてのお天気を確認していきましょう。森田さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほどの私の営業トークで、いや、すみません、あのちょっと笑いが漏れてしまいました。ありがとうございます。はい、森田さんは胃の調子は大丈夫ですか。私は至って健康です。よかったです。でもそんな時もあのより良くするためにぜひ、ヨーグルトいいですよね。はい、あの最高だと思います。みんなで食べていきたいですね。ウェザーニュースみんなで